さんですか、はい、トイック受けるということで、いいねが1000超えたら受けますみたいな、ありのままで受けてみたいなっていうのもあります。じゃあ分かりました、いつまでに取ります。第5外国まで。共通テストとリーディングめちゃめちゃ簡単だったけど。そうなの、まあ、あれは簡単でしょ、本当に。いやなんかバトルみたいなのがいいですよ、どっちかというと。でもそれこそ、それ呼び鳴りさんじゃないですか。おはよう、始まりました、マチューチャンネル。さあ、今回はパサラボネのお二人においでよろしくお願いします。パサラボネのサミスバルカナイです。はい、パスさんとラボさん。いやいや、どんなトラさんとヘキさんトラさんさあ、もうヘキトラハウスね。ユーチューバーが怖いな。なんだ、ここに置きたかったな。あー、でも持ってきます、ね、いいの、やった。せっかくならこんなに軽かったんだ、もっと重いんだと思う。そうなんです、軽いです、軽いで、あと3人目のメンバーがですね、はい、ここで。うん、こんにちは。この動画大丈夫です。僕らよ。そしてクマタンって。はい、クマタンです。クマタンです。わわわわわわ。めちゃめちゃ遊ぶじゃん。わけで、パスラボの家に来ていただいてっていうことで。はい、あ、そうですね。ありがとうございます。でも動画の最後には住所が。いやいや、それは本当にある。最悪だ。これってゴールデンウィークに上がる。そうですね、ゴールデンウィーク、今コラボ祭りということで、さまざまな YouTuber さんたちとコラボしてて、いや、ありがたいですよ、呼んでいただいて。あ、パスラボもゴールデンウィークに向けて1ヶ月ぐらい制作期間空けて作ってるものがあるんで、それをちょっと見ていただいて。やるわけですね。12時間勉強配信とかじゃないですよ。いや、そんな勉強配信はもったいないです。でもそれは確かに去年はやったんです。青チャート推薦全部解けるまで終わりませんみたいな、はいはいはい、じゃあちょっとタワシさんにやらせよう今。ありがとうございます。今いただきました。じゃあ、タワシさんに青チャート終わるまで。あ、けど、面白いと思う。タワシさん、数学は結構苦手でって感じですけど。そうですね、弱い。すみません、僕、数学講師じゃなかった。それ、耐久やらせましょう。なんでタワシさんは東大受験してるんですか。いや、なんか本当もうそこに山があるからみたいな。本当に登山家みたいになっちゃってますね。そうですね、今年だってなんかもうより力入れますみたいな感じでした、ね。もう芸人辞めましたからね。すごい覚悟。いやけど、ほんでも数学でも何でもなんかお手伝いできることがあれば遠慮なくってとか。そうですね。あ、そういえばね、受かってでも。あ、そうですよね。いや、飯田くん、まさかの。そうです、はい、すごいですね。いや、なんかちょっとチラッと見てたんですけど、この子たち大丈夫かなと思ってでも受かっちゃいましたよ。すごい、第1号ですもんね、ああいう東大受験生。ちょっと飯田くん作ってました。策略的な動画ばっか出してたのかなってちょっと思っちゃった。あえてちょっとふざける動画をやって、出して、ラクサを作るみたいな。あ、なるほど。もう裏ではもうめっちゃやってたみたいな。さあ、そんな宇佐美さんですが、はい、トイック受けるということで。いや、トイック受けませんよ、僕。受けない。受けたことない。いやですね。え、かわいいよ。一回なんかそういう話なかったっけ。パスラボの中で準1級とかね、うん、1級受けろみたいななるんですけど、はいはいはい、ちょっとだるいが勝っちゃうんですよ。あれやらないですか。だって共通テストより全然範囲狭いじゃないですか。そうっすね、TOEIC。 いやけど本当に僕全く受けたことないんですよ。へえ。そうなんです。普通なんか大学生って受けさせられるじゃないですか。はいはい、そうですね。もう東大とかって別にもう絶対受けるとかまずないですし、はいはい、それよりは僕結構他の外国語をめちゃめちゃ勉強しました、大学の時は。そうなんですね。そうです、そうです。第5外国まで取ってて、スペイン語と、はい、あとイタリア語、モンゴル語、韓国語、はい、それを取って、英語以外に熱中してたので、今新たにこう英語の熱があるかっていうよりは、またこう受験に近い形でっていうのが。大語、外国語、ものすごい器用貧乏じゃないですか。いやいや、ものすごい浮気症じゃないですか。いやいや、だからなんかあれなんですよ、東大って2年生の夏までしか教養学部って言って、はいはい、普通に受け入れられないんですよね、うん、なんでもそこで全部取ろうとか、めちゃめちゃ大変でしたね。まあ、僕も修士の時に中国語、韓国語、スペイン語言ってましたけど。すごいですか。あれでした、何カ国語は喋れますよね、森田さん。あ、僕は別に韓国語は喋れない。おー、スペイン語いけるって言ってます。スペイン語はいけないです。いけないです。スペイン語は東大で U は取りましたけど、おお。喋れるようになるような授業じゃなかったです。本当にもう基礎的なところをやるみたいなところで、うん、ね、医学部ですもんね、だったって。いやいや、じゃあ今日は医学部ランキングを。何話ですか。1位東大じゃん。いやもう、ね、どうですか、入試問題解いてみて。英語の入試問題やってみて。結構毎週1回ぐらいやってるんですけど、意味あんのって思ってどういうとこで理解できないのは、何を求めてるのかっていう感じですよね。なんか読めるのか、知識量を求めてるのかみたいな、どういう人が欲しいのかなっていうのがすごい分かんない。うん、どうだ、これむずいなと思ったのありました？いっぱいありますよ。最近明治大学のやつ読まなきゃいけなくて、うん、でその法学部だったんですけど、
マジで話理解できなくて、まあ、森田さんそういうことありますか？話理解、まあ、それはもう早稲田の理工あー言ってましたね、一番難しい早稲田の理工、今年なんかはね、京大の問題とかは言われましたね。え、今から僕ですか？いや、京大僕ですか？いや、解きたいですけどいや、けどなんかやっぱよく言われるのはそれこそ、まあ、私立はもちろん難しいですけど、うん、単語レベルはやっぱ東大とか京大でも全然違うじゃないですか、はい、そうね、そうで、僕正直言うと東大受かりましたけど京都大学の英語が解けるかっていうと多分僕ちょっと微妙なラインだと思うんですよ。今年なんかはねすごいむずくなったんで、またどこの大学今年受けるんですか大学受ける係受けさせようと。いやけどどうですかね、僕もう3年ずっと考えてますから、宇佐美スバルトイック受けるって。森田さんが動画出すのが満点以外ダメってそう92回満点なんて簡単だドラゴンだからですですねいやけどいやけど本当に僕もトイックどうなんですかね、もし逆にそう、受けろって言ってますよポーンって今トーイック受けるとしたらどれぐらいの期間って普通必要なんですか？マジでゼロからやるとしたら、はい、いやいや何点目指すかですよ、もちろん。飯田君が850ぐらいしてる。そうですね、東大行ってってね850なんてダメだよ850なんて900ぐらいからする。900、じゃあ分かりました、いつまでに取りますあー、怖い。もうパスラボに企画を与えてるようなもんですから。俺応援してますよなんで？いやけど彼が最近めっちゃ英語ハマってるんですよ。ハマってないです僕はちょっと数学と理科は逆にハマってるんですよ。またね、受験期間になったらなんかやるだろうし、その前に、ね、その前にちょっとトイックやりましょうよ、ね、トイックってあれ、トイックやっちゃいなよ他のメンバーに押し付けるのは全然パスラボとして受けるけど、僕らが受けなくて他の人たちが受けなくて全然いいちょっと待ってくれよどういうことだよ。いやけど受けてもいいですけど、けど本当まずはなんか逆にありのままで受けてみたいなっていうのもありますよね。聞きました、今受けるって言いましたよやったサムネもらった。どれぐらいの期間、1ヶ月に1回とかあるんでしたっけ？はい、今1ヶ月に1回、10月は2回ありますね。6月申し込めますので、いや、いいよ6月20日かな頑張って。リスニングがちょっと怖いので。ああ、なんか共通テストの時ね。そうなんですよ、苦戦してました、ね、リスニングめちゃめちゃやったんですけど、本番で緊張しちゃうタイプで、はいはいはい、共通テストの時ってもう一回読みじゃないですか。そうですね、模試の一回読みよりもひどかったのが、読まれて、その次の問題読まれるの間が短いんですよ。はいはいはい、はい、そうなんで、普通に消しゴムで消そうと思ってマーク消してたらもう次入るみたいな、ってなるんだ。なるほど、まあ、1回読みですからトイックって。はいはいはい、共通テストのリーディングめちゃめちゃ簡単だったじゃないですか。そうなんです、まあ、あれは簡単でしょ、本当に。あれに毛が生えたみたいなもんです。ほんますか？そうです全然別に共通テストそんな対策しなくてもいけたじゃない、出題形式変わってても何の相談だったと思うんで。どちらかというと僕も98点だったんですよ、本番は。もしよければ98とか取れなくて、逆に普通に90何歩とかだったんで、ずっと満点取れないなと思ったんですけど、意外と本番の方が解きやすかった感じはありますね。あれよりもまあまあちょっと単語が難しいぐらいなんで、うーん、いけると思うんで挑戦するということで。いや、これ正式に、あれ正式、あれやれた方がいいのか、それともなんかいいねが1000超えたら受けますみたいなっていう人が1万いったら付き合いますみたいな。いや、なんかバトルみたいなのがいいですよ、どちらかというと。いや、それこそここでもまあいいですけど、なんかもっとこう、わかった。じゃあ、はい、飯田と戦えばいいじゃないですか。飯田くんと飯田ってもう英語あんまできないからな。あ、いたよ、一人。はい、さっきツイッターにメッセージ来てたよ。指導。ああ。え？マジ？え？指導先生。受けるんですか？受けますよ、トイック。いやいや、絶対ガチじゃないですか。え？もう自信満々ですか？絶対ガチじゃないですか。先生、指導先生はガチってこと。メンタルドクター。いや、メンタル読まれますね。よし。いや、相手を読んだところ意味ないから。トイックを。よし、メンタルドクター、そうだ。カンタロウさんと戦わして、カンタロウさん辞めちゃったから。辞めたんすか？カンタロウさん逃げちゃったから。よし。いいですね。じゃあメンタルドクター指導先生もう一回勉強してもらって、ぜひ。いや、やんない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 、俺はやんない。なんか企画っていうより一旦ちょっと本当にもうありのままで一回受けてみたいぐらいの温度感。いいじゃないですか、そのありのまま VS 指導頑張ってたらメンタルドクター指導先生と対決ということで。よし、え、いつっすか？今でしょう。今申し込みも今ありますから。こんなことあるっすか？よかったですか、パスラボもね、企画もないこの子は来てもう何も浮かばないって言ってたから。ゴールデンウィークの企画が1ヶ月ぐらいしてさっきからあるんですけど、はい、そっから1回ちょっと落ち着く期間は欲しいなって。なるほど、登録者が増えるよ
増えるよ登録者数みたいな大学生になった子たちも見るよまた。いやー見ないんすよねそれが。ガチで悩んでますやっぱり宇佐美さんといえば挑戦じゃないですか。おー、まあ、授業ももちろんですけど、はい、授業だけじゃなくて挑戦系でみんななんか見るっていうのは確かにそうですね。共通テストもそうだし、ちょうどその前が医師国家試験を受けてたので、そこで勉強ライブみたいなのをやってて、みんなやっぱそれに勇気づけられて、まあそうですね、数々の困難を乗り越えてきたんで、宇佐美といえば挑戦です。じゃあちょっとじゃあまず一回何もなしに受けてみましょう。まあそうですね、ちょっと見張っといてください。いつももう隠れて勉強してんなとかそんな時間ないっす。じゃあ何点ぐらいは取れると思うんですか。言っちゃいなよ、何点取れるか言っちゃいなよ。何点ですかね。いや800は超えたいですね。絶対大丈夫、そんなの当たり前じゃないですか。いやけど飯田君が850です。じゃあ851ねえ1点刻みじゃねえ5点刻みっていうのは855っすかね。じゃあ宇佐美さん決まりました。920ということで宇佐美すばる920点を取ります。それ呼び取りさんじゃないですか920って。そう、たくみさんに勝たないいや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 マジっすか。はい、負けたらどのメンバーが坊主ですか。ちょっと僕かないです。かないけど浪人の時坊主にして出ましたけど、もう一生坊主にしないですし、なんで人の決断がないんだと。動画のサムネこれになるんですか。はい、そうです。宇佐美すばるドイツ満点。いやいやもうほんまに釣りすぎを YouTuber になりましたね本当にすごいっすよ。もう自分の手は汚さずにバイリンガルメンバーとかどかしてダメだぞ確かにさっき言って言わそれじゃ意味ないぞ確かに990取りました。そう、それをなんかよし加工しようぜそんな卑劣なことはしないです。まあけど面白いですね、確かに TOEIC っていう受験とはまだ違う。頑張ってください。初めて受けてみて全然取材形式知らなかったで900いってなかったら全然普通です。ああ、ただ知らなかったです850超えましたじゃイエーイにならないです。ああ、言って当たり前ですから。なるほどですね。英語できる。じゃあ、はい、今からね申し込みさせますのでちゃんと申し込んでるところも全部住所込みで写します。なんでですかいやけどすごい本当にもうトンネルズみたいな感じになってますよ。トンネルズ突撃して君をやらせる。ああなるほどね。ありがとうございます。ぜひ応援してください。はい、よろしくお願いします。このチャンネル分も貼っておりますので。はい、これマジで受けるの。もちろんです。パスラボは嘘つかないし、パスラボは本気。じゃあぜひ頑張ってやってください。はい、まあ、6月か7月か8月か、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。